はい、皆様どうもおはようございます。今週も爆速で最高の1週間にしていきましょう。はい、今練習向かってます。てかもうすぐ小平着きます。行くぞ。Cause there's so many ways that I want to carve out our names for a last minute plane just us two. We can chase the sun as it sets. はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。明日はヴェルディとの試合、ダービーです。気合入れていきましょう。帰ります。はい、おはようございます。今日はヴェルディと試合です。ダービーなのでめちゃくちゃ気合入ってます。絶対勝ちましょう。これはなんや、スタジアム通りっていうのかな。なんか桜満開やって、今もめっちゃ散ってて桜吹雪まくってます。バリかっこいい。はい、おはようございます。今練習場に向かってます。昨日オフで今日月曜日なんですけど、あさって水曜日にはもうルヴァンが、あるのでめちゃめちゃ連戦です。はい、で、次のルヴァンなんですけど、まだ俺が出るかどうかは全くわからないんですけど、個人的には1年の中でもこのタイミングが一番のチャンスかなと思って、準備もしてきてるし、絶対試合出たいなと思ってます。大体分からへん、今日2日前なんで、今日か明日、今日試合出るかどうか分かるかなって感じなので、気合い入れてやっていきたいと思います。おい、絶対出せよ俺のこと。行くぞ。変わらずみんな爆速で爆速で走っていて、いった。はい、どうもお疲れ様でした。帰ります。カフェ来ました。はい、おはようございます。今日はですね、ちょっと家の車が使えなかったので、ヤスに送ってもらってます。おはようございます。おはようございます。行きましょう。これいけるか、これで。はい、ホテル着きました。明日はルヴァンの、YSCC 戦です。俺個人的には明日試合出るんですけど、めちゃくちゃ貴重な機会だと理解してますし、絶対に勝たないといけない試合です。とりあえず何がなんでも、
内容と結果両方が大事な試合だと思ってるので、最高の準備して絶対に勝って、まあ、俺の存在価値を証明したいと思います。気合入れてやっていきます。やっていきましょう。応援お願いします。おい、おはようございます。はい、今10時ぐらいです。散歩してます。ちょっと近くにスタバあるので、スタバでも行こうかなと思います。いや、分からへん、なんかいい感じのカフェあったらその辺カフェでも行こうかなと思います。いや、あのカフェめっちゃ良さそうやん。テラスあるやん。いや、なるほど。はい、どうもお疲れ様でした。で、今週もこの動画を見ていただいてどうもありがとうございました。YS とのルヴァンカップの試合が終わって家帰ってきて、ラーメン食いに行ってました、はいはい。で、今日の試合なんですけど、まあ、簡単に振り返ろうかなと思うんですけど、まあ、僕自身ここまで全然、まあ、出番がなくて、試合になかなかピッチの上に立つことはなかった。今年初めて公式戦に立ちました、試合に出ました、まあ、結果として4対0で勝って、勝つことができて、まあ、無失点で勝てたんで、まあ、ほっとした気持ちが、まあ、正直一番強いかなと思います。まあ、内容と結果両方必要だと思ってたので、まあ、内容もまあまあしっかりできたんで、あの、良かったです、はい。てかもう頭回ってないからやめとこう、この辺で、はい。あの、今週もどうも見ていただいてありがとうございました。まあ、これからも、爆速で、成長しまくって FC 東京のために力になっていきたいと思っているので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は、あの、友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。